発電機が壊れて車が炎上します。鈴木の彼方、こんにちは。自動車整備資格保持、 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は9月の28日に日産さんのセレナからリコールが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube くんがより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのは発電機に使われているグリス。車が走るとき必ず電気を使っています。エアコンやヘッドライトなんかがいい例ですね。この電気を作るための発電機が車には必ず取り付けられています。発電機の基本的な構造はミニ四駆なんかで使われているようなモーターと全く一緒です。小学校で習う話ですが、棒の周りに電線をぐるぐる巻きにして棒を高速で回転すると電気が流れるという仕組みですね。なのでこの棒を滑らかに回すため、潤滑剤、つまりグリスが必要になります。このグリス熱に弱く、使っているうちにだんだん劣化していきます。グリスが劣化するだけならまだいいのですが、そのせいで発電機を動かしている棒、シャフトですね、こいつが潤滑不足でだんだん削れていき、シャフトが空回りして発電がまともにできなくなってしまいます。最後には空回りした高温のシャフトごとプーリーが発電機から抜け落ちてしまい、周りの部品を傷つけ、さらに熱に弱い、例えば電気配線なんかに当たるとそのまま発火、エンジンルームが炎上することになってしまうので、今回のリコールになっています。改善内容はこのダメな発電機の交換ですね。対象車種は日産さんのセレナ、そして OEM で鈴木さんから委託販売されたランディ。2010年11月24日から2016年6月17日までに製造された48,360台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。日産さんのセレナは発電機周りでの不具合が何度か起きています。開発の方大丈夫でしょうか。必要以上でも検証よろしくお願いします。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回は、同じく日産さんのリコールについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。